受けてきたところの感想ですね。立教、まあ、個別日誌と魔法学、うん、じゃあ慶応2つ小と文ってことでね、はい、受けたのはやっぱ違うなっていうのも思いながら言ったの。小文は割とってことあったりする。始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はカズヤ、ハジです。はい、さあ、受験真っ最中なんで、はい、さかさかっと終わらせないといけないはい、そうです。受けてきたところの感想ですね、はい、あの後、動画の後、はい、明治の後は、立教、個別日程と、魔法学と慶応2校受けてきたんですけど、まだ早稲田始まってないもんね。はい、早稲田はまだ始まってないです。はい、ということで、まあどうだったのかっていうんですけど、いや、はい、でまあ、前半戦、その明治まではちょっと、まあ、微妙みたいな感じで話したと思うんですけど、立教、個別は結構できました。あれ合格発表もうあるのこれ、この立教個別は。まだないです。まだだね。はい、は手応え的に一番できた、おお、なるほど、っていう、はいはい、個別は共通テスト利用よりも難しいですもんね、問題自体は。そうですね、でも私はそうでもなかったわいや、なんか相性が良かったのか分かんないですけど、はいはいはい、だいぶできて。英語も？英語が一番できました。へぇ、なんでか分かんない。まあなんか、体感8割ぐらいは取ったかな。そうなんだ。っていう感じで、まあ、結構、はい、うん、終わった瞬間に、あ、これ受かったかもな、みたいな。で、はい、青学が。青学は2番目にできました。あの、マジの中で。できたもんばっかり。だって今日この後見るって、まあまあ、動画としては順序逆だろうけど、合格発表は、まだですね、青学も。でしょ、その、はい、まだあんまりできなかったって言った方を見なきゃいけないわけね、はい、これから。そうですきついなぁ、はい、なるほど、まあ、ちょっと強手でビハインドあるんですけど、はいはい、なんか河合塾とかで見たら 74% ぐらいが合格ボーダーってなってたんですよ、3教科で強手、自分、今どれの話してる、青学です、ね、ですね、はいはい、青学併用型なんで強手です、ね、自分が 72% で、はいはいはい、ちょっと巻き返さないといけないんですけど、そうね、英語でね、それができたかどうかっていう感じ、はい、まあ、選択は結構いけたと思います。なるほど、あと記述があってことね、作文が2個あったんで、はいはいはい、50字作文みたいなの、はいはい、まあ、それができてれば、作文書いて送ればいいのに俺はこんなんだってルーノは見たよ、だって、はい、経済のやつとか、立教正直結構できたと思ったんで、うん、あの早稲田行こうと思って、早稲田とか慶応の対策をしようと思って あんまり、なるほどね、はい、対策してなかったってないで行きました。じゃあ慶応2つ、小と文ってことだよね、受けたのは。小と文、さあどうだったのかっていうわけなんですが、小学部なんですけど、はい、英語がちょっとだいぶマジです簡単になったって言われてたじゃないですか。簡単になったとは思わないよ、同じぐらいそんな変わんないかなっていう感じ、はい、ただまあ悩む問題はあるだろうなって思った。どれが分かりづらかった。いや、もう本当に全体的に、うん、でも最初からやっぱマジ違うなっていうのも思いながら実感して、そうそうそう、だからあくまで総計の中では優しいけど、はい、まあマーチと比べればそれは全然違う、はい、なんかそのマーチと同じ感覚で読んでたんですけど、そんなんで読めないよ、読んでたんですけど、はい、やっぱりちょっと文字を読むだけになってて、内容これ全然取れてないなって思って、ね、第1問からいった、はい、あ、そりゃそうだね、第1問苦手な人はだっていろんな人出てくるやつだったよね、はい、確かに。だからそっから民主主義とか、あれだ、最初に、でも世界史に有利じゃん、あれだって。世界史の人たちだったよ、最初に出てきてたの。はい、なんか、まあ、緊張してたとかではないんですけど、うん、まあ、ちょっと全然入ってこないな、みたいな頭に。うん、また実力が足りてなかったです、うんうんうん。で、そのまま、あ、もうちょっとやべえ、時間20分で終わらせるだったら、ちょっと1、2分オーバーしちゃってるみたいな感じで、そのまま焦りながら行って。うん、1、2分。それ、何、大問1がってこと。はい、1が、まあ、20分、20分、20分でやろうと。ああ、そういうことね。いや、大問2の方が背景知識あればだいぶ簡単だったんだよね。そうです、もうそのまま、あ、ダメだ、あ、ダメだ、ダメだ。フードウェイスト入れてった頭によく出る。入れてってなかった、はい、いや、一応フードウェイストは、うん、入れてった、見てたんですけど、うん、もう読んでる時には全然背景は出てこない。出てこないんかいいや、もうなんかもうフードウェイスなんかあれもう本当にほぼ選択肢で解けちゃう、もう読まなくてもいいっていう問題だった。それはこれに決まってんじゃんみたいな。確かにフードウェイストは一番まだマシだった、うんうん、ね、気はするんですけど、読んでると気持ち的には、うん、ただもうダメムードでいっちゃってたの、むしろ、ね、むしろ撃沈です。撃沈、英語は。そうだよね。で、まああと一個一個の、ね、細かいやつが大変だったよね。選択肢細かい長文っていうか短いやつ、 あれが
難しいから、そうですね、結構、うん、厄介だったもん。でもそれでも他学部と比べてだいぶ優しいんだよね、感じ、はい、まあ、え、文法は、え、文法だけを一番なぜかできたの。はい、まあ簡単だからね。文法だけまあなぜかできたの、他がもうボロボロだったんですよ。あの変えるやつは ING とか、変えるやつはあの動詞変形の方は、うん、多分全部合ってるんですけど、うん、名詞変形の方は多分2個ぐらいしか合ってない。それはきついな。まああの、うん、なんていうんですか、あの、なんでしたっけ、うん、ハラスメント、うん、まあ、S にしちゃったしみたいなので、スペル間違えたってこと。いや、深さんらしいんですけど、うんうん、それは、まあ、そうだよ、セクシュアルハラスメントじゃん。あ、ハラスメント2にしたってことか。2にしたりとかで、まあ、パッなんてこったやい。まあ、普通に単純に基礎不足みたいな感じです、ね、うん、なるほどね、はい、はい、そう、あそこはね、できない人も間違うからね、はい、よし、では、うん、そうですね、まあ、論文は、うん、まあ、割とできたかなっていう、うん、論文。世界史は、世界史ももうあんまり別にできてないです、そういうことなんですね、はい、で、あと文ですか。そうですね、そして2月15日慶応大学文学部、結構文にかけてるところがあったんですよ、うん、まあ、なんていうんですか、論文意外と要約とか自分書けるんで、まあ、英語で、まあ、6割ちょい取れれば、うん、まあ、多分受かるだろうなっていう感じだったんです、うん、過去問やってる感じ、うん、5年分ぐらいなんですけど、うん、で、本番開いたらやっぱめっちゃ難しいみたいな。そう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 、だからね、文をね、みんな舐めすぎなんだよ。なんか全然簡単だみたいなこと言ってる、解いてみろ。いや、なんか体感なんですけど、うん、また辞書使えるっていうのもあるんですけど、本文自体は、うん、去年の早稲田の教育よりむずいんじゃないかなっていう、うんうん、いや、むずい英文いっぱい出るよ、文は、はい、当たり前だよ。単語のレベルが高すぎて全然読めない、かったんですよ。でも引いてると終わっちゃうしみたいな。いっぱい来た、むずすぎるんですけど、はい、っていうのはめちゃくちゃむずく、はい、全然手応えないです。という、え、世界史とかはできた。世界史もなんか稼ごうと思ってやってたんですけど、うんうん、なんか漢字2問ぐらい落としちゃって、いやいや練習してったんですけど、あの前日とかに、うん、でやっぱりどうしてもボロが出て、あ、そうね、難しめの漢字のところ、言ったでしょ、出るって、うん、漢字練習してったもん、はい、めちゃめちゃ、はい、英文の記述のために、はい、スカイシも、まあ、結構なんですか、自分のやってる参考書が一問一答とかやってないんですよ、うんうんうん、言ってたね、はい、で記述ってやっぱ結構一問一答が一番なんか相性がいい形式だと思うんで、じゃあ誰やっても、はい、まあ、やっても間に合わないんでやんなかったんですけど、うんうん、まあ、そこでちょっと、はい、小論は、小論だけ多分できました。できたんかい。小論も結構対策していったんで、うん、小論は割と手応えあったんですけど、他が、なるほど、わかんないけど小論の手応えってなかなかね、かなり主観的な手応えだったりするんでね、まあ、そうです、はい、わかりました。じゃあいよいよどうなるか、はい、今後見ていくと思いますんで、そう、まあ、でも早稲田の方が相性的にはいいんですよ、うん、あの問題の世界史とか、はいはい、わかりました、はい、なんでちょっと賭けをかけます。え、残ってるのは教育と商学部です、うん、はい、で今正常の練習とかちょっとしてるんで、うん、あ、そうですね、はい、あの早稲田対策でいよいよですので、はい、はい、頑張ります。頑張ってもらえればと思います、はい、はい、緊張ですけど残り2つ、はい、頑張ってもらえればと思います、はい、優勝ありがとうございました。テキボッチン、ボッチン、よし、じゃあ合格発表取らなきゃ、はい、あ、怖い、いや怖いっすね。